力使う、どちら筋肉とか邪魔なんですよ、邪魔だから。本当はボディだけやればいい、手とか本当は剣とか、剣とか手とか腕とか邪魔もの、邪魔ものをいかに、本当は邪魔ものないこれあの、こう転換でもこう手は邪魔もの、手は邪魔ものね、手、筋があるから邪魔してる、邪魔さをしないで、こういうのあの邪魔しない、こうやってこうやって、そしてこう自分のこういう体幹してからこれ使ってこう、手は邪魔してないで、我々稽古してるな、普通どれ稽古してるか
スパッと持たれちゃった。それが、なんかやってない。しょうがない。でも、しょうがないですけど。伸ばしてやりましょう。だったってさ、伸ばす前に来てるの。どうやったら、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 いつも来た時に、ここでこうやってやるのは稽古の時だけ、稽古させてから、邪魔してますけど、これやろうとしたんだろう、いつもここに足、手、それに気づいてて、やばいんだから、弱いんだから、自分が。強ければできるのかもしれない。強ければこうやってしてこうやってしたらこうね、したらなんか強くこうやってできるかもしれないけど、普通はできないんだから、こっちの手の方が嫌なの。この手ってのは掴んでくる手だから全然引っ張り込まれるだけ、何にもできない。もう一回こっちの手の方が嫌なんだよ、足の方が嫌なんだよ。だから掴まれちゃったら終わり、だから手が終わり。いや、で近くとか、あの選球線を守って相手の近くとか、あの要はさ、僕とジェリーのジェリー役なんだけど、あなたジェリー役にもしないと、だから僕もあれ強い意識でやったらいつまでやってもらうまくしならないから、じゃあいつも何しろ危ない。そういう話、いつも苦しくなっていつも弱い、自分は弱いと思ってる。で、やられる前にやっつけちゃう、そういうことですね。だから、こういうことを注意して、だから、さよならってあの、どう言ってますけど、さよならって自分おっしゃー、やばいってなんだ、さよならって、シャッシャーって、もうお前でやって、そういうおかげ前でやって、そういうふうに逃げてる、逃げ回ってるから意識なんだ、意識なんだ。そしてその時に周り人っていうのがあったら、あの興奮持ってからやったらやられちゃうんだから、だからやられちゃうんだから、そしてしようやらないのか、もうみんな分かってるから、やらないとダメ、みんなうまいじゃないですか。だから姿勢を正しく、やられない、もうならない、いつも先生来たら気にしないっていう、見回りがあれやばかったら、そういう意識でちょっとやる、そうすると感覚的に掴める。自分はまっすぐ、自分はまっすぐ、自分はまっすぐ、気にしてないんだよ。みんな気にしちゃうから、呼び横になっちゃう、呼び横作らないっていうんですか、呼び横作らないで、足引く、でも気にしてないんでね、こういう手とか、こういうパンチは気にしてない、次のこの手はいつも気だと、そして、しか嫌だなって思ってるから、この手を外して、この線にいたらやられちゃうから、手を外して、こう入って、こう、後ろ、押し込む、こういうの大事で、大事なこといっぱいあるんだけど、今はこういう話、だから線を外して、で、四角入って、飛んでます、そしてやる、足とかなるべく硬くなってると動けなくなっちゃう、ちょっとなってんじゃなくて、硬くなってんじゃなくて、やるし、何いろいろできる、
その意識、基本の意識に上げて、ちょっともう少し取り組んでやりましょう。はい、これね、こういうの邪魔者、さっき邪魔者、剣とか像とか手とか、そんな邪魔者っていうのは、体も邪魔者かもしれないんだけど、全部邪魔者なんですよ。で、本当は意識でやりたいんだけど、でも邪魔者を通じてなんかやるんじゃなくて、邪魔者だとは分かってない。本当は意識、やっつけに近いんだよ、これがあるから。でそれを、なんていうか、それをうまくこう処理して、邪魔にしないで、持って邪魔にしないで、邪魔にしないでって、こうやって、邪魔にしないで、こっちってな、邪魔なんだけど、これを邪魔にしないためには力抜かないと。下抜いて意識が邪魔なんだよね。剣持ってれば分かりますよ。剣やって江戸川君さ、小岩先生って言ったら小岩先生って言ったら上やってるね、毎週毎日毎日お芝居情報は邪魔者です。邪魔者をどうやって自分の味方にするかっていうよりも邪魔者がなくなる邪魔者に邪魔者なんだけど、それが情がないように邪魔者にしないでやるっていうのが重要なんだけどね。まあそういう話です。そういう話ってそういう話かこれ邪魔者ですかね。これを、あ、邪魔者なんだって分かって、邪魔者、こうやって邪魔者、まあ、邪魔者にしない。でも、邪魔者。で、呼吸法も邪魔にしない。で、使っちゃったら邪魔になっちゃう。邪魔にしないで。そういう話で邪魔者だって。腕も邪魔者、筋肉も邪魔、ボタンボタン全部邪魔、みんな邪魔だって、そういう